アンドレイ・レモビチ・ベローソフは、ロシア連邦の政治家、経済学者。現在は、ウラジーミル・プーチン政権にて第一副首相を、務めており、第一次、ドミートリー・メドベージェフ内閣で、第二代ロシア連邦経済発展大臣を経て、大統領補佐官を務めていた。モスクワ出身、経済学博士。1959年3月17日に、モスクワに誕生する。 父のレムベローソフは経済学者で価格と管理に関する学校の創設者であり、ブレジネフ時代のソビエト連邦閣僚外議議長、アレクセイコスイニンが主導したコスイ銀改革の推進者の一人であった。物理数学学校を経て、1981年にモスクワ大学経済学部を卒業する。1981年から1986年に、 かけて、ロシア科学アカデミーの中央経済数学研究所、人間、機械システムシミュレーション研究室の研究員補佐、下級研究員。1996年から2001年まで、科学アカデミー経済予測研究室長。2000年に、ロシア連邦首相外部顧問。2006年に、ロシア連邦経済開発貿易省事官。2008年に、 ロシア連邦首相府財政経済部長。2012年5月21日に経済開発大臣であったエリビラ・ナビウリナの公認として第1次ドミートリー・メドベージェフ内閣の経済開発大臣に任命される。2013年6月24日、経済政策担当の大統領補佐官に任命された。2020年1月21日より第一副首相。 2020年4月30日には、ミハイル・ミシュスティン首相が、新型コロナウイルスの検査で陽性反応を示して、自主隔離に入ったことを受け、首相代行に指名され、5月19日まで務めた。ゼー、ゼー、ロシア連邦大統領府。2014年1月26日閲覧。ロシア大統領、経済発展省補佐官に寄与へ、イコール関係筋。ロイター。 2014年2月2日閲覧。A.B. Zubien, Arno, The Composition of Russia, S. New Cabinet and Presidential Administration, and Its Significance. ポリシーデパートメント DGEXTARNAL ラス、http コロンスラッシュスラッシュ w w w e u r o p a r l e u パドット e u スラッシュ COMMITTEES スラッシュ S スラッシュ AFET スラッシュ STUDIE S o WNLOAT.html ラングウィジガキアメント、イコールアアンド ファイルイコール七万四千七百三十一。二千十四年二月二日閲覧。アンドレイ・ベリザブ・ザ・ヘッド・オブ・ザ・ミニストリー・オブ・エコノミック・デベロップメント。ザ・ボイス・オブ・ロシア・ http。コロンスラッシュ、スラッシュ、イングリッシュ。rur v。ru スラッシュ。二零一二零五二十四。七千五百八十七万八千八百四十二。二千十四年二月二日閲覧。 アンドレイ・ベリサブ・アポインテッド・エコノミック・デベロップメント・ミニスター・インターファックス通信オリジナルの2014年2月19日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/web/20140219033024/http:/www.interfax.com/.newsinf.aspid="3334822020 年5月7日、閲覧。ロシア首相。 新型コロナ感染、プーチン大統領との接触情報なし。産 k ニュース。産 k 新聞。h t t p s w w w s a n k e i c o m s m p w o r l d n e w s 2 0 0 5 0 1 w o r 2 0 0 5 0 1 s 1 h t m l 2 0 2 0年5月1日閲覧 ロ首相、新型コロナ治療から復帰。産経新聞。https://www.sankei.com コロンススララッッシシュスラッシュワールドスラッシュニューススラッシュ200519スラッシュ WOR20051900477-N1.html2020 年5月21日閲覧。ありがとうございます。